爆弾を仕掛けた。 城に隠れている。正面から攻撃するぞ。
想定内。敵が来る、備えておけ。Thank you.
ったぜ。聞こえてるわね。残念だけど私たちはタコダナで戦うことになる。ストームトルーパーが松の城にいる仲間を狙ってる。脱出までの時間を稼ぐのが任務よ。記念の丘でできる限り敵を食い止めて。燃料はいらないけど注意して。グレネードを投げる。
な味方が到着。この機を生かせ。強い汗で怒りを感じる。脱出の準備を進めている。その間にファーストオーダーはこのセクターにある2機のタレットを狙ってくるはず。それらは敵の投影を防ぐ唯一の兵器よ。できるだけ長く守り通して。タレットオンライン。何をすべきか分かってるわね。アレットを起動。
撃を受けた敵艦がデススターに墜落し、生き残った反乱軍が侵入し始めた。敵は負傷しているが、内部に入り込まれたことに変わりはない。必ず工作と脱出を試みてくるだろう。トラクタービームのジェネレーターとコントロールステーションで迎え撃て。その2箇所を渡してはならない。よし、これで準備はできた。
タレット設置。反乱軍がトラクターコントロールに工作を仕掛けてる。
ーボレーザーのパワーを落としてる。主兵装をシャットダウン中。エレベーターを止められた。Thank you.
空のスカベンジャーが古い帝国軍ドロイドを発見し、それをレジスタンスが狙っている。ドロイドの詳細は機密だが、何としても奪還せねばならない城。我々はこの間の3階を制圧し、ドロイドを持ったレジスタンスの逃走を阻止する。まずはランディングパッドとリアクター専用室を抑え、追い込んでいく。ランディングパッドを攻撃中、敵を抑え込んでいる。制御室はほぼ制圧した。そのまま守れ。横にいる。防衛線を確保。前進しろ。さらに奥へ。ジャミングを使う。レジスタンスはドロイドを連れて脱出しようとしている。予想よりも数が多い。まずは補給物資保管所だ。そこを確保して敵を蹴散らせ、その後包囲して殲滅する。バリケードに向かってきたところでドロイドを手に入れる。西出口を抑え。
敵は敗北を悟り始める。東出口を押さえる。Thank you.
状況を説明する。私たちはスカベンジャーからドロイドを買い付けるため蛇空に来た。孤島の帝国軍ユニットでファーストオーダーの機密データを収めている。そしてその重要なドロイドはすでに手に入れた。でもファーストオーダーの差し向けた部隊に囲まれてしまった。今は脱出手段を確保するまで時間を稼ぐ必要がある。ランディングパッドとリアクター制御室で敵を抑えて、できるだけ長く。
ラクタ置き場とはオア